はい、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売王先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となっております。その私、世界スペシャリスト社バイナリーオプションのスペシャリストの浜岩先生、のホームページですね、ハンマーの ZOEURI ですね .jp になりますけれども、こちら私なんですけれどね、ここに書いてますね。で、日本の君が代という名前ね、歌われてますでしょ。その名前はね私の名前なんです。父とじいさんも同じ名前を使われて歌われてたということですね。ヤシコ競輪場の私創業者です。それから JBC グループ、日本ビジネスコンピューターという伸ばす文字を私が作ってグループ化したグループ会社ですね。2回目の閣僚をやっていた新妻誠一とね谷口で日興電機を自分の世田谷区下馬1丁目にね創業してですね作られました。私の学歴は高校までに和光大学文学部終えてね、それから神奈川科大を卒業しております。芸能人は五郎さんいますね。お父さん兄弟を卒業してるんですけど、私の家に神奈川の家に来たことあるんですけども、お父さんがね学長やってました。和光大の学長、ちょくちょく私は学生の時に、学長の家にお邪魔して勉強しておりました。それから資本金138億円のソーテックって会社、現在は音響と合弁しておりますけど、私が最高創設者で作って会社です。私は世界で一番目のパソコンの発明者でありますね。たくさんいますけどね、一番の発明者です。で、JBC グループで部下がね、には副社長ね、IBM の副社長、日本人とも言わないし外国人、とも言いますしね、がおりまして、私が IBM の取締役もやっております、ね、ということですね。で、ここにね、私がね1億円近く投資をしておりました。ここではね、いくらかな、この時の記録では、ここではね、5000万円ですね、ちょうどね。40万9774ドルで投資してる時ですね、これはね。この時の、それとも1億円近いでしょ。上限の半分ですから、ね、これ見てください。これだけのお金を1日で動かすんです。多い時は。わかります？あれじゃないですよ。レバレッジじゃないですよ。レバレッジが200ぐらいきますけどもね、使うのが1億円ですからね、1日でね。で、1億円かけるレバレッジ200だから、1日で、ね、200億円、ね、多いときは動かすと。1日で200億円ですよ。ね、わかります？それを毎日、ということもあり得るわけですね。これ、私、バイナリーオプション ID、いくつか持ってるんですけどね。その当時、ね、のね、リストで、すごいでしょ？こんなに獲得してるわけです。ね、リストコーですね。これはちょっともう閉鎖しちゃってますけども、今のところは山小屋なんですけど、45坪ね、1リットル1万5000のミネラルウォーターの油田を持ってるんで、所有してるんでね、50億円ですね、価値。
今住んでる土地がね、エモ屋ですけど、で、霞ヶ浦にね、41.74 坪ね、南行きで家庭菜園が好きなんでね、そういうところを持ってまして、青山に65坪と 93.9 坪ですね、の所有、あの個人のね、私のテニスコート場の、ね、土地、緊急の時はね、芋を作るというやつですね。でこれは新潟県西蒲原の方持ってる土地ですね。130坪ぐらいですかね。で、所有ということで。これが、私のね、投資の成績ですね。すごいでしょ？私の投資の成績、こういうふうに上がってる、来てるわけです。ね。こういう強い実績を持ってます。ね。で、この当時で 889%。ね。勝率 86% なんですね。取引平均は13ドルね。ね。最も悪かったんで19ドルですね。ね。あ、悪かったのがマイナス25ドルですね。こういうふうにね、これが私の写真ですね。日本代表ですね。まあ、このように1億円投資してるわけですよ。ね。私に文句言ったらもう業界、何も言えませんよ。私に文句言ったらもう業界はどこでも、普通の会社でも勤められませんね。世界、この1億円ですよ。1億円を、ね。投資ってこのような成績で出してる、1億円近く投資してね、世界ナンバーワンになってるわけですね。オリンピックの金メダルどこじゃないですよ。世界の億万長者に戦う強さを持ってるわけですよね。世界一の億万長者にね、戦う力を持ってるわけですよ。これが私、半間岩先生ですね。ね、半間岩先生の成績1位だって書いてますよ。ね、10,100,1,000,10,000ね、100,100,10,000,40,000ね、9,774ドル、もうちょっと上がってますけどね、この時ね、この後もっと上がってますけど、記録にとってのちょっとね、残してるのがこのデータでね、もうちょっと上がってますから、まあ5000、ここでは5000万ぐらいですけど、1億円近く投資してますね。ということで、バイナリー、世界バイナリーオプションのね、先生っていうのは私、半間岩先生の凄さね、紹介しておりますけども、このようにね、私のね、バイナリーオプションに、の仕事というのは、このようにね、で、あと、東大ばっかりですか、私の家では東大ばっかりですからね。悪いけどね、バカは東大卒業してない人ぐらいの頭を持ってないけど、話 しませんから。ね。ね、僕は IBM の研究所も勤めてますしね。ね。ね、おじも東大卒だし、じいさん二人とも東大卒ですよね。ね、閣僚やってますよ。で、おじは小松ブルドーザー、大きい会社ありますでしょ、ブルドーザーのでっかいの会社、あそこの取締役やってました、ね、定年までね、東大卒でみんな東大ですよ。私も東大以上勉強してますしね。半間岩先生はね、東京大学の小規模のキャプテンやったことありますよね。ね、東大の私は小規模のキャプテンやったことありますよ、ね。そんなことで、世界バイナリーオプションスペシャリストのね、経歴っていうのはもう大変なことで ね。去年だって2位ですよ、去年だってね。2018年でしょ、ね。去年は2017年でしょ。2位ですよ、世界2位ですよ。ね。ということでね。
それに投資だから大きい会社もたくさん建ててますでしょ、私ね。日本ビジネスコンピューターという名前を作ってグループ化してね。今、JBCC ホールディングスって言います。ね。ね。それから弥彦競輪場っていうのが僕の庭だったんだよね。ね。弥彦競輪場、これ。国に経営させてます。ね。半間家の本家の貴族ですけども、世界バイナリーオプションスペシャリスト社です。ね。通常、本家はあまりちょっと偉すぎて言えないから、ね、スペシャリストっていうことでね、全部流してくる。それでも全部ドア開くから、世界バイナリーオプションの世界バイナリーオプションスペシャリスト、ドア全部開きますから、ね。こっちにプラスにならないようだったら、開かないようにしてますし、自分も開けられないね。ね、ということですね。このような成績を経歴に、ありますということですね。それじゃあどうもありがとうございました。